の関係により宮本武蔵は小田原城に果てた。代わりに命を長らえた海姫と孫昌公は、そもそもあの時小田原城には同校から援軍が向かっていたはずである。それが武蔵のもとに届いている。海姫は島津義弘から情報を得る。当時同校は龍馬の大軍に囲まれ、ならば島津義弘の過去に戻り同校を救えばいい。援軍さえ届けば天下無双の剣が奪起の関係に屈することはない。海姫と孫昌公、うん、わしの記憶通り同校の城に援軍なんて出してる場合じゃないって感じね。でもここで龍馬を蹴散らせば小田原城の武蔵さんに援軍が届く。よっしゃ行くわよ。しょあんまり頼りにするな。龍馬殿に阻まれてあの者だ。小田原城へ向かうはずの援軍で、奴らが小田原城に達すれば未来は変わる。武蔵の命もつながる。武蔵さんは絶対に助けてみせる。敵に囲まれて大変みたい。急いで行きましょう。蹴っても蹴っても蹴りがない。このままでは小田原城に向かえ。おお、援軍か。形がない。天敵の襲撃を受け困り果てていたのだ。南でも龍軍が襲われているようだ。私が案内するゆえ、ご力いただけぬか。
めぬか。別の船着き場へ向かおう。ここで潰さる。終わる。はいはい、やるしかないんだろ。私、足をついてきますから。あなた強いのね。南岸へ渡るのだ。ダキちゃんのとこには行かせへん。少々敵の数が多い。奴らが来る前に片付けるとするか。
番だな。コロアイ君、ダキちゃんの敵はいてこましたんで。私は助かる。この戦、最初から勝つことは分かっていた。私が手を貸して負けるなどありえぬか。援軍は一度体勢を立て直してから小田原城に向かうよ。何、妖魔の妨害さえなくば到着が遅きに失する。これで未来が変わるのね。それじゃあ戻りましょう。もう一度小田原城を守るのよ。本気を出せばこんなもんだ。さあ、これあんたの